よいしょ。あ、いた。腰が。ね、メリークリスマス。あ、いたたたたたたた。本物のサンタだ。すまんの。サンタさん大丈夫？プレゼントを置こうとして腰を痛めたんだな。原因は重い本をリクエストしたルイだな。僕がお菓子いっぱい頼んだからかも。ごめんね。君たちのせいじゃない。もともと腰が悪いんじゃ。しかし困ったの。まだ何件かプレゼントを配っていない家があるんじゃが。うん、そうなの？じゃあ代わりに僕が配ってあげる。え、いいのかい？もちろん。毎年プレゼントもらってるしな。俺も手伝うんだぜ。僕も行くよ。サンタさんはここで休んでてください。ありがとう。じゃあお願いしようかの。任せなさい。もしもペケッツがサンタさんだったら。じゃーん、ペケサンタ。いいな、俺もサンタの服着てみたかったんだぜ。子供たちを起こさんようにな。そっとプレゼントを置いてくるんじゃよ。わかった。じゃあ行ってくるね。出発。ペケッツが張り切りすぎてて心配だな。最初の家はここだね。あれ、ペケツは？プレゼント持ってきたよ。ピンポン鳴らしちゃダメ。普通にピンポン鳴らしちゃう。家の人が起きちゃうでしょ。ここは後回しにして次に行くよ。おい、誰？ん？次の家はここだな。ルイ、ピンポン押さないでどうやって家に入るの？普通のサンタさんは煙突から入るんだけど。でもこの家に煙突なんてないぞ。お、じゃあ煙突を作ればいいんだね。ういよっと。じゃあ。なんだって？煙突を勝手に取り付ける。うん、これなら家に入れるね。って屋根壊してどうするの？なんだ？今すごい音がしたぞ。ペケツ。あはは、また家の人起きちゃったね。そもそも人の家に勝手に煙突取り付けちゃダメだよ。ごめんなさい。次はここだな。お、窓が開いてる。ここから入ろうぜ。なんか泥棒みたいでちょっと抵抗あるけど、中の人を起こさないように静かに入ろう。オッケー。声も小さくね。ぐっすり寝てるね。気持ちよさそうだね。つられて一緒に寝る。サンタが一緒に寝ちゃダメでしょ。だって気持ちよさそうだったんだもん。メリークリスマス。じゃあ次に行こうか。プレゼント何が入ってるんだろうな。確かに、ちょっとだけ見ちゃおうっと。サンタがプレゼント開けないの。気になる。開けたプレゼントの中身が気になる。見たい。ダメ。次は、あれ、この住所はどこだ。見せて。ああ、結構遠いね。かなり時間がかかるかも。なるほど、じゃあちょっと改造しちゃおう。メカメカハンマー。これなら次の家まで一瞬だよ。かっこいい。なにこれ、ジェット機。いくよ、スイッチオン。イエーイ。あー、いろいろ落ちてる落ちてる。サンタのソリを改造しちゃう。あー、サンタさんごめんなさい。メリークリスマス。これで全部回ったか。あとは家の人を起こしちゃって配れなかった家が残ってるね。もう寝てるかもしれないからもう一度行ってみよう。オッケー、ここだね。煙突があるからすぐ分かったんだぜ。後でこの煙突を外して屋根を元通りにしないとね。じゃあ行こう。おう、よっと。ゲップおじさんがいっぱい。どういうこと、ここどこ。あ、さっきの煙突、ゲップおじワールドにワープしちゃうゲップおじ煙突だった。普通の煙突だと思ったらベケッツのアイテム。っていうかゲップおじワールドって何。そしてその後、なんとか元の世界に戻ってきた僕たちは、すべての家に無事プレゼントを配り終えて家に戻ってきました。ただいま。おかえり。遅かったから心配したぞ。屋根の修理に時間がかかってしまって。屋根の修理？ちゃんと全部の家にプレゼント配ってきたんだぜ。そうかそうか、ありがとう。子供たちも喜んでくれるじゃろう。サンタさんやるの楽しかった。来年もやらせて。ずるいぞ、次は俺がやる。やだ、僕がやる。はいはい、喧嘩しないの。ほっほっほ。じゃあ腰の痛みもなくなったし、そろそろソリに乗って帰ろうかの。あ、ん、どうしたんじゃ。
そのお借りしたソリなんですけど、実は。あ、なんじゃこれ。いいでしょう、スピードもすっごく出るし、トナカイも走らなくて楽ちんだよ。すみません、ペケツが改造しちゃいまして弁償します。いやいや大丈夫じゃ。わしに運転できるかな。ではメリークリスマス。メリークリスマス。このスイッチを押すのかな。お気をつけて。いや、今年のクリスマスはブラックサンタが来たりサンタのプレゼントを配ったりで長い一日だったんだぜ。でも楽しかったね。僕はすっごく疲れたよ。早く帰って寝よう。はい。早すぎてまた腰が。チャンネル登録お願いします。こんなに面白いのにチャンネル登録しないわけないよね。